スタジオに着くまでの間でカフカってあの一言で言うともう痺れました。本当にジャンププラスさんに連載されたもうその日に読んだんですけど、もううわ面白い漫画に出会ってしまった、出会ってしまったからにはメディアミックス化されたら絶対関わらなきゃいけないと思って、その時の自分の実力とか立ち位置だとまだ実力不足だし、あの足りないものがいっぱいあるなと思ったので、アニメ化までには力を養成するべく頑張らなきゃなっていう力に変わりました。絶対カフカがいいと思ってました本当にこんなことがあっていいのかと決まった時は思ったんですけど、やっぱりあのすごい大好きなキャラクター性でもありますし、この私の高校生の頃から生やし続けているあごひげ、このトレードマークが一緒なのでそこもちょっと運命かなと思って、本当にこのキャラ演じられたら嬉しいなと思いながら読んでました。そうですね、僕も福西さんと同じで連載が始まった段階の初期の頃に友人の紹介でこの作品を知って、もうまず1ページ目の怪獣大国日本っていうナレーションの入りから引き込まれて、もうそうじゃん、この国ってそうじゃんって、実際の日本の天才が多いってことのメタファーになってたりみたいなっていう、まず設定が面白いなって、そこから引き込まれて物語も面白いしってこと で僕はあの趣味で友人声優仲間と自分たちでボイスドラマを作ったりするみたいなことをよくやるんですけれども、その時の題材として怪獣8号を当時選んで遊んでいたことがあって、で今オーディションを受けて、当時演じていた市川玲奈をこうしてまた本業として本職として演じさせていただけてるっていうことが非常に光栄で幸いです。私も最初に原作を読んだ時はやっぱりこの私たちが住んでいる生活している日本っていうあの国に怪獣が現れるっていう、その日常の中にこう異質感が現れるっていうその世界設定にまず魅力を感じましたし、そして何よりやっぱ主人公が32歳、はい、で夢破れそうっていう、なんかその設定にもまた魅力を感じて、ただただまっすぐ突き進むだけではやっぱり一つ何か足らない、もう一つ何かないとっていうような、なんかその設定にすごく惹かれた第一印象でしたね。スタジオに進むことになりましたという連絡をいただいてからスタジオに着くまでの間ずっとどこか絶対片隅にそのことがよぎってしまうというような、結構なんか限界な状態だったんですけれども、なぜか会場に着いてマイク前に立った瞬間にふっとその緊張が抜けて、自分がやってきたこと準備してきたこと以上のものが出せたんですね。実際に演じるときに不思議と、それは多分原作を限りなく何度も何度も読み返して、もう全部のセリフを何度も何度も読んでたんですね。気分的には多分2クール3クールぐらいもう演じ切ったようなぐらいの気持ちの入りようだったんですけど、こんだけ積み重ねてきたんだから大丈夫っていうのを一番慣れたマイク前って立った瞬間に多分思ったと思うんですね。これでまあおじゃ悔しいけれども悔いはないなという気持ちでスタジオを後にしたのを覚えています。まあ泣いてもうマネージャーもちょっとうるっときていて、結構手応えがあったりこれ面白いの撮れたっていうものでもやっぱりなかなか決まらなかった経験がかなり何年も積み重なっていたので、多分身内のマネージャー的にもあやっとようやく福西さんのお芝居がより広まってくれるっていう思いが多分あったと思うんですけど、だから2人してちょっと涙ぐみながら頑張ろうねみたいな話をしたのをすごい今でもよく覚えてます。はい、オーディションの時のことは本当よく覚えていて、他にも多分みんな役を受けるんだろうなってキャストさんがたくさんいらっしゃったので、やっぱ自分の中でまだこう制作していく皆さんが求めてる皆像がやっぱりまだ分からなかったので、わっこの方だったらこういう風にみんなやりそう、あーっていうなんか
自分がこれからオーディションを受けるのになんか違う視点でミナはこの人だったらとかなんかいろんな他の役者さんが演じたらみたいなことをなんか現場で考えていまして決まりましたってお話聞いた時は嬉しい気持ちともに意外というか驚きが正直あってもうそこから結構すぐにじゃあどうやって演じようかなって原作をまた手に取り始めてで役が自分の役に決まるともう漫画って1ページ1ページの歩みが本当遅くなっちゃって一セリフ一セリフどう読もうかなとかを考え始めちゃうようになるのでなんかでもまあその作業もやっぱりこの仕事してると楽しい苦しい部分でもありつつ楽しい部分なので怪獣8号の作品でそういう風にゆっくり原作と向き合って取り組めるようになったのは嬉しいなと思いました。と彼女 の, その幼少期時代とあとその最初登場するもう隊長としてかっこいいミナっていうその間を埋める期間の要素を私はその当時知らなかったので幼少期どんなんだろうってこうすごくイメージを膨らませていたんですけど最初自分が思ったのはやっぱりこの隊長になるような女性だからやっぱすごく芯が強くて冷静でっていうのが意外と幼い時からあるような子なのかしらっていう風なイメージで臨んだんですけどアニメ的な見せ方としてはやっぱりその隊長のであるミナとその幼少の頃のミナのやっぱギャップを出したいっていうご指示はいただいてでもやっぱそのギャップがあるってことはやっぱ何か理由があるんだろうなっていう風に考えたりもしてただ自分の周りの大切なものが失われて悔しい怪獣を倒したいっていうまっすぐな気持ちでそれを共有できる親友が年上の親友がいるっていう彼女だったらどういう風な発声をするかなとか、うん、そういうのをすごく想像しながら取り組んだ思い出があります。ジャッジ勝敗つけるの？やだー、なぜ人を争うのどっちがいい？先攻、一緒にいることが多いんで、うん、後でいいですよ。あ、じゃあ私が先攻で。カフカって本当に熱い夢を潰さない夢を諦めない男なんですけど、ちょっと皆さんカフカのお部屋見ました？ちょっと汚すぎない私ねカフカってなんか素敵だなって思ったの。諦めない心とかちゃんと周りのことを考えられるところとか、でもちょっとそれにしても部屋が汚すぎてちょっとなんかもうちょっと部屋を片付けられたらいいのかなっていう風に思っちゃったんだよな。その通りだよでも巻き返しがどっかにある予定だったっ、ね、うん、予定だったでもちょっと、ね、落ちたまんま終わっちゃったけど予定だったんだけどカフカのいいとこ語りたかったんだけど、どうしてもねやっぱりあの部屋の惨状がねえちょっと嫌なんですよね。あの流し台にねあーって残してあるのとか私嫌だなって。しょうがないやんか、私まで傷ついちゃったいいところ言ってくれよ勝なのごめんよ瀬戸さんがおっしゃってたような部屋の汚さっていうのも、まあ、ウィークポイントとしてはいいポイントなんですけれども、まあ、そこも彼の魅力かなっては思っていて、で僕が思う彼の魅力としては、恥ずかしげもなく青臭いこと照れ臭いことを素直にストレートにまっすぐに人に伝えられる、で落ち込んだ時も落ち込んだとすぐに口に出せる、なんか隠したりとかしない、そういうまっすぐさが僕は素敵だなと思っています。あ、まだイエーイピースピース市川の役の加藤渡です。レノはですね、とっても終了余らしたね余ったねこれはマイナスポイントで、ね、もちろんマイナスポイントです、ね、振った段階でもう残り5秒ぐらいかなって思ってた10秒や言うてるやないか説明聞いとけや瀬戸さんに突っ込まれるあれはないですよ瀬戸さんにだけはちょっと言われない私ウィークポインターだもんじゃあ今回のカフカのいいとこプレゼンの勝者は渡るくんだよねやだー、まあ、
やっぱりレノってね一番カフカと付き合いが長いので、はい、まあそれは勝てますよっていうふうにした、はい、付き合いが長いのはこっちのはずなんだ、ね、確かに本当はお皿馴染みなんだ短くて濃い時間を過ごしているので、ね、そうですね、はい、ちょっとねブランクが確かに、はい、ブランクが取り戻そうねブランクが取り戻しましょうみえ急に喉乾いてきたはい、レノとミナのいいところ、まずレノはですね、一番いいところが、人に教えを請うのを、躊躇しないということなんですね。自分の中で改善案をぐーって考え込むんじゃなくて、人にこれってどうしたらいいのかなって聞く、なんかいい意味での、プライドの、なんていうか、いい意味でプライドが固まらない良さというか、ミナは、ふとした時の笑顔が可愛い普段クールだからこそキュートな笑顔をたくさん見せてくれると思いますこれからこんな感じでどうでしょうかいろんなキャラクターにいろんな愛情を持ちながら収録しております、はい、ということでね、うん、本当に油物がダメになりましたねああそうなんだ油っこいものが食べられなくてで、うんうん、なんかキャベツとかキャベツなんか茹でた野菜とかが一番わかるそういいんだよなってわかる私も食だなあ食なんだもう本当にあんまり食べても太らないんだよねがもう気づかぬうちにパタッて消えて あ泡のようなな何食べても太らないんだよねだったなっていう今思えば消えたいやもうない余裕なんてなくなったなくなった思ってた僕もね同じこと思ってた思ってたでしょ最近までほんと最近まで思ってたよねそうあれ歯止めが効かないそうなんかねブレーキがねなくなるんだよねそうなんだなんか ここにあったはずの止めがなくなってるみたいな、はいはい、そうですねもうここまで来るとすごい失礼な質問だなそれはそうかもそう目をそらすのが上手になってきたなんかそんな自分も認めてなんか目をそらすのが上手くなってきたのが最近の多いかなって大人になっちゃった思います油は大好きなので、揚げ物は今でもよく食べますお健康だ私揚げ物大好きですおアニメ怪獣8号を楽しみにしてくださっている皆さんこの動画を見ていただいてありがとうございますこの怪獣8号はですね原作ももちろんアニメももちろんこの今くすぶっているうまくいってないよって人に前を向く力を手助けしてくれるそんな作品になると思っていますたくさんの人にこのアニメが届いて日本中が世界中が宇宙中が前向きになるそんな作品になっていると思うので皆さんどうぞ楽しみにしていてくださいよろしくお願いします